衝撃、タバコをやめた瞬間から起きる体の変化がとんでもない。こんにちは、いつもご視聴ありがとうございます。駅前や街中を歩いているとタバコを吸っている人をよく見かけませんか？厚生労働省は成人喫煙率の調査結果についてこう述べています。現在習慣的に喫煙しているものの割合は 19.3% である。性別に見ると男性 32.2%、 女性 8.2% であり、男女ともに10年間で減少傾向にある。年々徐々に減ってきているとはいえ、それでも国内で多くの人が喫煙をしていることがわかります。というわけで今回のテーマはタバコです。タバコをやめたい人の助けになるかどうかわかりませんが、タバコをやめたら体にどんな変化が起きるのかご紹介いたします。タバコをやめた瞬間から起きる変化。20分後。タバコをやめるとその影響はすぐに体に現れます。やめてから20分で心拍数は正常な状態に戻り始めると言われています。2時間後。心拍数と血圧は正常な数値に戻ります。しかしニコチン禁断症状もこの頃すでに現れ始め、吸いたくて仕方がなくなる、緊張、イライラ感、眠気もしくは不眠、食欲増進などの症状が現れ始めます。12時間後。タバコを吸うと一酸化炭素が発生し、血液細胞が酸素と結びつくのを妨げ、循環器系にダメージを与えます。やめて12時間後にはすでにこの一酸化炭素は通常の数値に戻り、血中酸素の濃度も元に戻ると言われています。48時間後。タバコを吸うと嗅覚や味覚が麻痺しますが、やめて48時間で神経細胞が再生し、これらの感覚が戻ってきます。3日後。この時点でニコチンは体内にもう残っていません。しかしそれは同時に禁断症状がピークに達するということでもあります。もしかしたら頭痛、吐き気、痙攣などを経験するかもしれません。ここが我慢のしどころです。2週間から3週間後。運動など体を使う作業に息切れを感じなくなります。循環器系の機能が改善し、肺の状態も格段に良くなるので呼吸が楽になります。大体ですがおよそ2週間で禁断症状は消えると言われています。1ヶ月から9ヶ月後。約1ヶ月後から肺の再生が始まります。痰などを排出するための繊毛が再生するので、感染症などの危険が減り、咳や息切れは驚くほど改善されるでしょう。ちなみにどんなヘビースモーカーでも禁断症状は数ヶ月でなくなると言われています。1年後。心臓病のリスクはこの時点でタバコを吸っていた時の半分に減少します。それはつまりタバコを吸うことで心臓病にかかるリスクが平常時に比べて2倍高くなるということを意味します。5年後。タバコを燃やすことで発生するさまざまな化学物質は血管を細くし、心臓発作の危険を上げます。タバコをやめて5年から15年でこのリスクは吸わない人と同じレベルに戻ると言われています。10年後。喫煙は様々ながんの原因となりますが、中でも一番致死率が高いのは肺がんです。10年という期間を要するものの、やめて10年経てば肺がんによる死亡率は喫煙者の半分になります。口腔がん、咽頭がん、膀胱がん、腎臓がんなどのリスクも大幅に減るでしょう。
15年後。例えば心臓病や心臓発作などといった喫煙が引き起こすとされる様々な病気になるリスクは、もはや非喫煙者と同じレベルに戻ります。さて、いかがでしたか？吸うのをやめて20分後にはすでに体は元に戻ろうと動き出します。ちゃんとケアすれば人間の体は自ら最も良い状態に戻ろうとするものですね。ご視聴ありがとうございました。動画を楽しんでいただけましたら、この動画にグッド評価、コメント、チャンネル登録していただけると励みになります。また次回の動画でお会いしましょう。